テステス大丈夫かな。あ、大丈夫、マイク良好。 OK。 皆さん、こんばんは。こんばんは。今年もイブの夜にやってきました。僕たち、せーの、せーの、魔法。おあ、合わなかった合わなかった。もう一回、もう一回、せーの、せーの。そう、合わねえわ全然合わないな。ああ、タイミング合わないね。僕たちはマホラジバンドと言います。去年の大晦日にメンバーが2人抜けたので、今年はボーカルの誠と突進の2人で新曲を歌いたいと思います。昨日出来たてホヤホヤのラブソングです。聴いてください。メリーとリス、クリーとマス。あはん、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 雪が降る。あはん、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 メリークリス。あはん、あはん、あはん、クリメリス。あはん、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 東山都心のマホラジ。もしかして君も一人なの？僕たちもクリスマスイブ空いてるよ。3人で一緒に過ごそうよ。東山都心のマホラジクリスマス特別号。東山と都心のマフォーラジオ、略してマフラジ。この番組はエッチな音声をお届けする18禁同人サークル東山誠ブランドがお送りします。はい、そういうわけでマフォーラジでございます。はい、いや、久しぶりですね、マホラジ。はい、もうすごく胸がドキドキで緊張しております。まあ、なんでこうやってまた久しぶりにマホラジを配信してるかと言いますと、はい、はい、今年もやりますクリスマス特別号でございます。メリークリスマスということでね、はい、まあ、お一人で過ごしている方、もしよろしければ、はい、僕とトッシンとね、はい、3人でちょこっと短い時間ですけども過ごしていただけたらなと思います。そうですね、外は寒いですけども、このラジオを聞いてる間はもうぬっこくなりましょう ね。はい、まあ今年はですね、はい、まあ、尺的には30分枠なんでそんなにないんですが、はい、今年はちゃんとマホラジからリスナーの皆さんにプレゼントがありますから。わーおー、どんなプレゼントかちょっとね最後まで聞いてもらわないとわからないということで、いや、ある意味先に言ってほしいぐらいの感じなんですけどはい、はい、実は、まあ、マホラジではコントがありますよね。はいはい。で、まあ、今年の、マホラジ特別クリスマス号にも、まあ、3本コント用意させてもらいましたけど、はい、なんとね、初めて、はい、一本トッシンさんが書き下ろした。ありがとうございます。期待しといてください、皆さんへのクリスマスプレゼントなんて。はい、もうそれは、はい、まあ、一応コント2本は、はい、マホラジからで、1本はトッシンさんからのクリスマスプレゼントと、ね、初めて書かせていただきましたいや、緊張しますね。僕やったんですけど、はい、正直意味が全く分からないコントで。でもあれですよね、まあ、そのコントを聞いて僕がどれを作ったかっていうのが分かるか分からないかですよね、はい、聞いてください。むしろ分からなかったら僕がショックですけどね、でもまあ、どんなコントなのか期待していただきましょう、はい、ということで、はい、ではここから始まりますね。はい、はい、じゃあ一旦 CM 行きましょうか。はい、それでは皆さんお楽しみください。はい、お楽しみください。よろしくお願いします。お願いします。
18禁アダルトボイスドラマに男2人が喋ってる音声をつけて販売したら聞かずに捨てられただけだった。業界初のタブーなおまけ、つけてほしくないおまけランキングがあったら初登場1位を獲得するだろう伝説のラジオ番組。ダウンロード作品、購入者限定ラジオ番組、東山誠と巨神の平手しこって三千里、略して平しこ復活。平しこシーズン2、2014年12月以降発売の作品より封入開始。フリートークですね。はい。まあぶっちゃけ何話そうかって、やっぱりクリスマスといえば、はい、やっぱ恋人がいるいないっていうのはやっぱりね、はい、大きいですよね。で、まあ、ちょっと何に話すってネタ探しで2人でなんかいろんなそういう異性に関するちょっとサイトとか記事をちょっと見てたんですよね、はい、そうですね。なんか適当に見ながら思ったこと喋りますか。そうですね、もう本当クリスマスっていう言葉を聞くだけで、うん、やっぱりこうカップルとかを連想するじゃないですか。まあ確かに確かに。で確かにやっぱ外が寒くなってくると人肌恋しくなったり、うん、しますよね、やっぱ人間って。そうですね。でも一人が慣れるとですね、それもなんかもうクリスマスもなんか普通の日になったりするんですよね、なったりするなったりするんですよね。バイトッシンってことですか。いやいや、名前はカットでお願いします。いやいやいや、もう、わかるやろ、それはもう。東山トッシンの魔法ラジ言ってるの。まあ、確かにありますよ。うん、はい。一人の気楽さってのも確かにありますからね。そうです、そうです。でもやっぱり、その、誰かがいると頑張ろうとか、うん、その、楽しみがあるじゃないですか。クリスマスっていう一大イベント。はい。はい。その、彼女にね、あの、サンタのコスプレをさせて、そのままラブホテルでエッチをして僕のツリーをね、あなたのね、その愛の巣にぶち込むよと。やめましょうこの話。いやでもなんか、はいはいはい、まあ、若い頃ってその何、はい、例えば自分が彼女がいなくて、はいはいはい、イブ一人だった時に、はい、そのテレビとかだ、ラブホテルがね、はいはい、あの満室だとか、はいはい、そういうの見たらなんか嫉妬っていうか、なんかうわーなんかなーいいなっていうか、はいね、ちょっと恨んだりする気持ちもあったんですけど、はいはい、そういう元気ってやっぱりもう若い頃ですよ、やっぱり。そうですね。今もう、まあ、トッシーさんまだ30ぐらいでしょ。はいはい。まだそういうの、もうでもそういう時期過ぎたでしょ、ぶっちゃけ。まあでも多少なんか見たら切ないなって思うんですけど、うんうん、本当1年前までは本当にもうあのちょっと憎しみがちょっとこもった目で見てたんですよ、そういうカップルとかを。ただなんかさっきこれなんかイギリスかなんかのなんか教授かな、はいはい、が発表し、あ、イギリスのジャーナリストって書いてあるんですけど、はいはい、ちょっと読ませてもらいますね。はい。そのイギリスのジャーナリストデビッド・マッキャンドレス氏率いる研究チームが、はいはい、カップルが1年の中でいつ別れることが多いかって、はい、Facebook1 万件以上のカップルのデータをもとに独自調査したんですって。ほうほう。だからなんとね、クリスマスの2週間前に別れるカップルが多いんですって。イエーイ。いやだから例えばクリスマス、はい、これ今収録時期まだ2週間前ないですけど、はいはいはい、ね、12月の頭に、いや俺は女がいるから大丈夫だ、あるいは彼氏がいるから大丈夫だって余裕ぶっこいてると、はいはい、イブの日の前には別れてると。いや辛いですよねこれ。下手したらですよ代表、まあこれ連想なんですけど、はい、まあ、僕に彼女がいました、同棲してましたとするじゃないですか、はい、でやっぱ12月に入ったらやっぱクリスマス家でゆっくり彼女と二人でねゆっくり過ごすために、うん、クリスマスケーキを予約してました。はい。で2週間前に別れて、うん、
その配達がその来た時に一人でそれ受け取るとするじゃないですか。はい。そういうのもちょっと虚しいなって今ちょっと思いました、それ聞いて。きついね。はい、ケーキの予約とかありますからね、やっぱり。そう、ケーキはケーキでまた予約混むから。はい、人気のお店とかね、その相手が食べたいっていうケーキ屋さんって言ったら、まあ、ある程度人気なとこ多くなるでしょうから。そうですね。いや、そのケーキまたそこそこ大きいやつやったら、まあ、ちょっと虚しいね、一人で食べるのも。もうやけ食いもできないですよね、それ見たらちょっと涙が出てきそうだなって。はい、ただまあ2週間前に別れることが多いとはいえ、なんか原因があるわけじゃないですか。そうですね。ね。はい。で、まあこれはちょっとそのまま流れで言うと、はいはい。ね、これ記事はね、ローリエさんというところかな。ほうほう。が提供してる記事なんでしょうかね。はい。あの、ちょっと紹介させて、勝手に紹介させてもらいますけど、はい。男性が女性にしてほしくない行動、言ってほしくないことのナンバーワンとはと。うんうん、ね、男性が女性にですね。はいはい。はい。っていうのを、まあ、だからこれはどういうことだ。女性にしてほしくない行動か。はい。男から見ての話ですね。そうですね。まずね、はい。前にマホラジミニッツでも僕、こういう話したと思うんですけど、はいはい。ちょっとこれちょっと皆さんで考えていきません？これ女性の方は逆に、あ、男はそう思ってんねやって、いう風に取っていただくことになると思うんですが、うんうん、はい、まずね、喫煙。ああ、はいはいはい。これトシンさんタバコ吸いましたっけ？そうですそうです。これトシンさんは逆に異性が吸うのはどうなんですか？まあ猫目だったら許せるんですけど、まあ、また猫目。やっぱりこう、はい、吸ってほしくないっていう部分はあるんですけど、自分が吸ってる時点で、まあそれは相手に強要することはできないなって思いますので僕は。ああ。まあ、そこはもう我慢します。なるほど。はい。エッチした後の切り替えが早い彼女。具体例で終わったらすぐシャワーをする人。ああ、はいはい。なんか普通、なんか逆に女性は余韻に浸ってるみたいな話聞いたことあるんですけどね。はいはい。まあ確かになんかすぐシャワー浴びられちゃうとちょっと寂しいかもしれないね。僕だったら一緒にシャワー入るのもありかなと思うんですけどね、それは。やっぱりそのね、あ、一緒にね、出すもん出したらやっぱり臭いのとかね、ちょっとネバッとしたものがね、トロロみたいな感じのやつ、はい、トロロっていうね、つくからですね、うん、やっぱりすぐにシャワー浴びてこうまた綺麗になるっていう気持ち、わかりますけどね、女性の気持ち。まあね、まあ一緒に浴びるってことだったらまあいいですよね、確かに。はいはい。うん、あとね、トイレが汚い女性は絶対ダメ。ああ、代表はどうですか、これは。いや、ダメですね。あ、ダメ。うん、トイレが汚いっていうのは、その、おならの音がでかいとか、そんなんですか、トイレしてるときに。トイレの中が、便器が汚いってことですかね。ちょっと、そのまま記事、ある程度読ませていただくと、はいはい。要するに、その、便座を開けたら、はい。うんこが、便座に跳ねてた。ああ。それは、まあ、そうですね。でも代表ですよ、上を見たらキリがないって言いますけど、その便座にうんこつくのも嫌じゃないですか、やっぱり女性がした後に。ああ、まあね。でもこう女性とか彼女が便所に入ってる時に、その大きい方してる時にこう、はあ、うんとかなんか言ってたら、それも嫌じゃないですか、それはそれで。ああ、それイキリがすごいっていう。そうそうですそうです、イキリの声があまりにすごすぎてまだ便座にうんこつけてっていいから、ちょっと黙ってしてくれないかって僕は思うんですけどね。まあ人それぞれのね、うんこの仕方っていうのあると思うんですけども。クリスマスイブに聞くフリートークじゃなかったなと思いますけどね。はい、まあまあそんなことが書かれてますね。あとはまあ、はい、マホラジミニッツでもいつか言いましたけど、ゲップとかおならとかね、はいはい、はい、そんなんは嫌だなみたいなことが書かれてますね。はい、電車の中で化粧って僕は個人的にあんまり好きじゃないですね。はいはい。電車の中で化粧ってのも入ってますね。やっぱ結構入ってるんですね。あとこれ若い人はどうなんだろう。はい。デート中に携帯をまめにチェックする。あ、で自分と一緒にいるのに、はい。携帯いじってる時間が長いって、これはちょっと僕はに、いや、ちょっと嫌だな。そうですね。まあ同棲とかしてるんだったらまだしも。外でいるときにね、ずっとスマホばっかしだったら、ね、はい、
恋人、どっちが恋人なんだって思ったり しますよね、やっぱり。やっぱりね、一緒にいる時間をある程度ね、まあ、これはでもお互い様じゃないですか、はい、多分女性から見てもそういう彼は嫌だなと思うでしょうね、多分ね。はい、ただね、これ多分トシーさんだったら平気そうだなっていうのもいくつかありますね、うんうん、ゲップ、はい、裸でフラフラ、はい、歩き回る、おお、トシーさん大丈夫そうじゃないですか。全然大丈夫です。だって僕あの好きだから一緒にいるわけで、付き合うわけで、ええ、もうそういうの、逆にゲップのそのゲッてしたやつを僕の鼻の前でしてほしいですもん。いや、ただの匂いフェチ発言じゃないですか。なんかその臭いのもなんか、ああ可愛いなとか好きだなって思ってしまうんですよ、僕は。あ、いやだからよく言いますけど、はい、千年の声も冷めてしまう行動として、はいはい、おならとかゲップってのが入ってきたりするんですけど、トシさんの場合は、はい、そのゲップの匂いさえも愛せるということですよね。そうです、千年の声も蘇るってことですよ、それで。ああ、まあね、でも、はい、表裏一体ですよね、やっぱり人っていろんな考えの人と かあの心の持ちようの人がいますから、うん、まあ ね過ごし方もありますし、ただまあ異性からしたらトッシーさんみたいな彼氏だとやっぱ気は楽ですよね。あ、そこまで愛してもらえたら。そうですね、だから僕友達止まりで終わることが多いんですかね。いや、知らん、最後ここから先悩み相談みたいな雰囲気になっちゃったんで、この辺でちょっと一旦 CM 行きたいと思いますけど。はいはい、そうですね、はいはい、それでは CM の方、はい、一旦 CM 聞いてください。あ、それにしてもおしゃれなカフェだね、このカプチーノ美味しい。あ、そうだ、ねえねえ、としかずくん、あ、普段さ、どんな釣りネタですること多いの？ほんま、こんな場所でよくそんなこと聞けるな。いいじゃない、だってこれ18禁音声同人サークル東山誠ブランドの CM だもん。東山誠ブランドの CD パッケージ版はラムタラエピカリ、秋葉、新宿、赤羽、アメ横店、ラムタラメディアワールド秋葉、ラムタラ高田の馬場、渋谷、池袋、八王子、大宮、京王堀の内、瑞穂、横浜店、ムーラン横浜店、アリババ、吉祥寺店などで絶賛発売中です。へえ、なるほどね。としかずくんもラムタラで東山誠ブランドの CD 買ってるんだ。え、あ、うん。へえ。あ、いらっしゃい。空いてる席どうぞ。あ、って言っても全部空いてますがね。ああ、ね。あ、じゃあまずはビールをお願いします。はいよ、ビール一丁。あとはどうしましょう。あー、そうだな、あ、だし巻き卵これもらおうかな。すいません、だし巻き一つください。はいよ。しかしなかなか味のあるいいお店ですね。いやいや、うちはただ古いだけですよ。あ、はい、これお通しの枝豆です。ああ、どうも。あの、どれぐらいやってるんですか？実は先月オープンしたばかりで。そうなんですね。もう20年はやってるんじゃないかと思いましたよ。いやいや、店自体借り物で古いのと、私自身雑さら組でしてね、雰囲気だけはベテランだなって元同僚にちゃかされてますよ。しかし飲食店っていうのは厳しいですね。新規のお客さんは来るんですが、2回目の来店に結びつかないんですよね。まあこれからじゃないですか。こんなこと言ったら失礼ですけども、そのお通しで脱サラなんて夢がありますよ。頑張りましょうよ。ありがとうございます。あ、はい、だし巻きです。お、うまそうだ。あ、いただきます。あ、うん、あれ、味がしないんですけど、俺の舌がおかしいのかな。いやいや、これを食べて味がしないなら
お客さんの下はむしろ正常ですよ。どういうことですか？ちょっと待っててください。あれ、奥の部屋行っちゃった。え、なになに、なにこの声。お待たせしました。はい、どうぞこれ食べてみてください。あの、なんか女の人の声が聞こえたんですけど。風味が変わらないうちにさ、さ食べてみてください。え、風味が変わらないうちってなんだろう。まあいいや、じゃあいただきます。あ、うまいでしょう。うちの唯一の自慢なんです。ちょっと意味がわからないんですけど。しかし無味無臭だっただし巻きがこれだけスパイシーになるとは。裏で何をしてたんですか？それはお客さん、すいません。ああ、企業秘密ですか。その代わりこれお題じゃないから。おお、アスパラのベーコン巻きいいんですか、いただいちゃって。これ大好きなんですよ。あ、ん、また味がない。あ、ちょっと失礼します。うわー、また奥の部屋に行っちゃった。気になるな、何してんだろう。あれ、またなんか女性の喘ぎ声が聞こえるんだけどな。食べるの怖いな。はい、お待たせしました。これ食べてみてください。向こうの部屋に誰かいるんですか？あの例えば奥さんとか。ほらほら、風味が変わっちゃうから、お客さん早く食べてください。いや、その風味ってのが怖いんですよね。まあ食べてみよう。あ、うまでしょ。しかもさっきより味が濃いでしょ。いや、おやじさん、ちょっとね、このままだと僕気になっちゃってしょうがないんですよ。お願いします、その企業秘密ってやつを教えてくれませんか？じゃあ仕方ないから特別ですよ。あ、いいんですか、嬉しいな。あの、絶対に誰にも言いませんから、お願いします。じゃあ今連れてきますね。あ、やっぱり女の人がいたんだ。よっしょっと、これです。え、なんですかこれ。いや、私が作った自動すり鉢器です。これで粗挽き胡椒からふりかけまで作れるんですよ。ただ回すとね、所詮素人が作ったものなんで噛み合わせが悪くて変な音がするんですよね。ほら。はぁ、いや、はぁ、ばっか。あー、こういうの動画で見たことがあります。洗濯機回したらあえいでいるように聞こえるっていうやつね。けどわざわざ味付けをしないでおいてこれを使うのって、親父さん、自分で作ったすり鉢器自慢したいだけでしょ。だからお客さんが来なくなるんですよ。ん、おやおや、お客さん、私ソーセージ注文してないですよ。え、どういうことですか？いや、ああ、は、酒入ったせいかな。喘ぎ声に反応しちゃって。お客さんも好きだね。けど、アルコール飲んだ時って反応は早いけど、感度は鈍いから、射精しにくいんですよね。ああ、そう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 、わかるわ。お客さんのソーセージにスパイスかけて味見しておっかな。いや、それただのゲーじゃねえかよ。まあ冗談はともかく、お客さんが来ないのなら、おやじさん一緒に飲みましょうよ。おお、いいっすか。お互いクリスマスイブに一人ってのも寂しいじゃないですか。ありがてえ。じゃあお言葉に甘えるかね。ええ、飲みましょう飲みましょう。ありがとうございます。東山都心のマホラジ。いや、はあ、バッカ。ニコマンユニット名1グランプリ開催。ワンクールをタイトル決めに1回、ユニット決めに2回も費やしたおバカなラジオ。煮込みすぎだろわらわら、満骨ラーメンわらわら、丸さん新年初下ネタをダッシュしたがるラジオ味。
フリー版は2015年新春公開。フルバージョンはアルバム2コマンボックス封入。また一人、今日は一人でやけ酒だ、ヘイって。やっぱなんか虚しくなるな。あ、そうだ、あいつに電話しよう。どうせあいつもクリぼっちだろう。お、もしもし、俺俺、お前今日何してんの？あ、俺今からオナニーして自分のクリスマスツリーの先端から雪を出そうかと思ってな。ま、俗に言うマジックってやつ。あ、突っ込みませんよ。お前って本当虚しいやつやな。お前もどうせなんか一人でバカなこと考えてたんだろ。ああ、いや、さっきまでルンルンに歌ってたよ。何の歌歌ってたんだ？そりゃお前、俺の中ではクリスマスにジブリの耳をしゃぶれば、ああ、耳をすませばを見るのが毎年恒例やけん、あの歌がいいんだよ。どんな歌だっけ？知らないのか？あ、じゃあ歌ってやるよ。カントリーローション、このチンポ、ずっと抜けば、天国に続いてるクリトリスに、カントリーローション。お前って相変わらずクリスマスにそんなこと言ってんだな。おい、あえてそこは突っ込めよう。突っ込まねえよ。だいたい俺もジブリ好きなんだから夢壊すなよ。ま、今の歌はお前へのクリスマスプレゼントってことで。あ、でもまあ、ありがとう。本当に嬉しいよ。なんだか心があったかくなったよ。俺たち来年もこういう関係でいような。おお、もちろんだ。メリークリスマス、俺のサンタさん。うん、メリークリスマス、僕のトナカイさん。東山都心のマホラジ。あっという間にエンディングでございます。はい、早いですね、本当に。もういや、聖なる夜もね、はい、明日は何ですか、今日アップしてるリアルタイムで聞いてる方はまあ20、はい、明日が25日ですけども。そうですね、早いもんでも年末でございますよ。そうですよ、皆さん本当にね、今年も1年お世話になりました。お世話になりました。特にね、はい、まあ、このマホラジから派生した番組マホラジミニッツというね、はい、カップラーメンができるまでって毎週土曜日3分間の短いラジオを更新してるんですけど、はい、本当に聞いていただけてるんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に僕らの活動の励みになってですね、はい、で、まあ、それもあるからこそのこのマホラジもたまにできるということで、はい、ね、ありがたい限り。で、もう皆さんどうするんですかね、この夜お一人の方は。いやいや、センズレこいたりね、オナニーしたりして体温めましょうよ。なんですぐその性的な、まあ聖なる夜にっていう。そうです、そうです、ね、ベタな流れに持っていきたいのかもしれない。多いと思いますよ、多いと思いますよ、僕は。多いですかね。はい、はい、もうやり終わった後に聞いてる人とね、やる前に聞く人といますから、ね、はい、いや、ただあ、そっか、あの恋人がいない人は、はいはい、まあ、まさに自分で慰める方向に行く。そうです、そうです。ああ、ちなみにこれ今エンディングってことは、うん、はいはい、あのトッシーさんのコントも聞き終わっているわけですね、リスナーの皆さん。ありがとうございます。歌とかね、どうでした？歌とかカントリーロードのね、耳をすますの、もうありがとうございます。今年の中クリスマス号はつけ焼き場感が半端なかったですね。でもやっぱりこうあれですよね、聞いていただいたリスナーさんが笑顔になるとか、はい、少しでも笑ってもらえるのが一番嬉しいですね。ああ、確かにそうですね、はい、
あ、そうだ、一個だけ最後告知させてもらいたいんですけども、はいはい、ですね、実は今月この前に YouTube に上がっているですね、ほうほう、KG さんへのメッセージみたいな動画があるんですよね。はいはいはい、はい、でそれはあのマホラジとして僕とトシンさんであのデストロイラジオというラジオを、はい、あの、はい、まあ、煮込みすぎだろまんこつラーメンという番組を実はやってまして、はいはい、その相棒の徳松さんのお父様のお話ご紹介させていただいてますので、はいはいはい、もしねお時間がある方はですね、うん、あのそちらの方も聞いていただけたらなと思います。ぜひお聞きくださいませ、ね、そしてとても、ね、いいお話、はいはい、はい、どうぞどうぞ久しぶりだからもこの掛け合いがねなかなか、はい、うまくいかないですけどもね。トシーさんからなんかメッセージみたいなのありますか。いやもう僕はもうやっぱり今年1年お世話になったことを感謝の気持ちとですね、はい、来年も東山誠ブランドの方を、はい、ぜひともよろしくお願いします皆さん。あ、よろしくお願いします。しかもなんかあれですよトシンさん、はい、マホラジミニッツ、はい、もう25回ぐらい続いてるんですよね。マスオびっくり今はっきりマスオって言っちゃいましたけどなんかそれあの少なくとも声真似するときあマスオさんだって言わせましょうよそうですそうです、あの、いや、やっぱね、わからない人がいるかもしれないけどね。で、下手な人がどうも森進一ですっていうのと変わらないですけどそこだけはね、ちょっと言っとかないと、ね、はい、そう、だから25回とか続くってことは、はいはい、何ですか、あの1ヶ月に4回ですから、はい、それだけでも7ヶ月とかやらせていただいてるんですね。ありがたい。もうまたね、2015年もはい、以降もですね、あの毎週土曜日3分間更新してますので、はい、聞いていただけたらと思いますね。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、それじゃあそろそろ締めましょうか。そうですね、ね、まあ恒例になりましたけども、はい、トッシンさん、はい、また食ってきた私も、はい、ガツンと短いのでいいですから。わかりました。はい、リスナーさん、クリスマスイブ一人で過ごしている僕たちと一緒で寂しく過ごしているリスナーさんに向けて、はい、最後締めてください。はい、トシンさんの、はい、トシンさんの締めまで3、2、1、キュッ。今年も1年お世話になりました。来年もよろしくお願いいたしますです。ミーム、ちょっともう一回いいですか。語呂がめっちゃ悪かったです。ちょっといい。あ、そうですか。じゃあもう一回いきましょうかね。はい、トシンさんの締めまで3、2、1、キュッ。皆さん、良いお年を。さようなら。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。メリークリスマス。メリークリスマス。東山と都心のマッフォーラジオ、略してマフラジ。この番組はエッチな音声をお届けする18禁同人サークル東山誠ブランドがお送りしました。